ダイエットにおすすめの美味しい食材をあなたのために選んできました。業務スーパーで買えるんですよ。では早速一つ目ご紹介していきましょう。一つ目はこちらです。北海道産の小豆です。やっぱり国内産でもやっぱり北海道産ってもう一番美味しいですよね。やっぱお豆の産地ですから、私はもう北海道産の小豆をいつも買ってるんですね。でこの小豆がなぜダイエットに適しているのかっていう理由がちゃんとあるんです。それはあなたのですね、その太る原因、炭水化物、まあ、糖質ですよね。その糖質の代謝をですね促してくれるんです。ということはイコールあなたはその脂肪をこう溜め込みにくくする体へと、まあ、変わることができるんですよね。ですからやはりそういった炭水化物、お米とかパンとかを召し上がる時にはこれ小豆をセットで召し上がるとあなたは痩せることが、まあ、できるわけなんです。でおすすめはですね、やっぱり普通にそのお米に入れて炊いてもよろしいと思うんですけれども、私は実は別動画でダイエット向けのおやつレシピということでご紹介しております小豆かぼちゃというレシピがあるんですよね。これはまた別動画で詳しくお伝えしておりますので、そちらもチェックしてみてください。でまた小豆が良いのは特に女性にもやはりすごくいいんですよね。もうむくみ改善にもなりますし、また不溶性の食物繊維がすっごく豊富ですから、まあ、便秘解消にもなっていきますし、またその腸内環境が整う、まあ、イコール痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がですね、こう心地よくうまく住みやすい環境をこう作ってくれる食材なわけです。そのことであなたは自然と痩せ体質になることができるんですね。でも小豆って美味しいですよね。でただまああんことかはですね、やっぱ白砂糖入ってますからおすすめいたしません。もしあなたがダイエット中であれば白砂糖ではなくても蜂蜜を使って、まあ、炊いていただいたりとか後からかけるとかですね。その小豆かぼちゃでもお伝えしておりますので、ぜひチェックしてみてください。小豆ダイエット食おすすめなんです。では早速2つ目参りましょう。こちらです。業務スーパーさんで見つけた黒豆、北海道産です。こちらも北海道産、安心ですよね。やっぱ黒豆ってですね、やっぱすごくダイエット向きなんですね。こちらです。黒いですよね。でこの黒い成分、アントシアニンが豊富ですから、あなたのですね体内のその脂肪の吸収を抑えてくれる効果があるんですね。ですからもしあなたがダイエット中であれば、こういった黒豆を一緒に取られると脂肪をまあ溜め込まずに済みますよということで、また豊富なタンパク質も取れますから、タンパク質がないとですね、その不足してしまうとすごくねお腹が空きやすくなってしまうんですよね。ご存知でしたか。ですからしっかりダイエット中とはいえタンパク質をとねちゃんと取ること、そうすればあなたはこう無性にお腹が空くようなことはなくなるんですよ。でまた食物繊維が豊富ですから、先ほどお伝えした通り腸内環境が整う、イコール痩せ菌が増える、イコール痩せるっていう、そのいいサイクルに入ることができるんです。でまた老廃物デトックスしてくれますから、やはりですね、そのいくらいいものを取ってもやっぱ出せないとダメですね。悪いものをしっかり出していく力も大事、出さないといいものは入ってきませんから、しっかりとやっぱりデトックスするためにもこの黒豆召し上がってください。でなかなか黒豆とかですね、例えばいかがですか、こう普段から毎日召し上がるってなかなかないと思うんですよ。お正月にねこうまめまめしく働けるようにとか言ってこう黒豆よくおせち料理入ってると思うんですけども、そんな時しか食べませんとかね、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、本当に、ね、気軽に取れるんですよ黒豆って。で私は普段どう黒豆を取っているかと言いますと、玄米ご飯と一緒に炊いてしまうんです。すごく美味しいんですよ。もうね本当にそれにも最後ごま塩なんかかけたら最高ですね。結構食べ過ぎてしまうぐらい美味しいんです。でその作り方をご紹介したいと思います。黒豆ご飯です。でこれはお米と書いてますが、私がおすすめなのは玄米ですね。玄米、白米はやっぱり栄養がもうそぎ落とされてますから、しかも太りやすい、しかも血糖値がバーンとこう急上昇してしまって脂肪を溜め込みやすくしてしまう、まあ、お米なので、まあ、できれば白米 100% ではなくて、まあ、苦手であれば白米と玄米をこう1合ずつで半々とかですね。おすすめは玄米2合なんです。でプラスこの黒豆で、この乾燥タイプ使ってくださいね。乾燥タイプが 50g。 ちなみにこの私が
業務スーパーさんで選んだのは 250g も入ってますから、5回分ありますよね。でお水が2合分、これも普通に炊くときと同じですよね。でお酒が大さじ2、お塩が小さじ1で、この塩も良質のお塩を使ってくださいね。ビタミンやミネラルがちゃんと残っているいいお塩を使ってください。でちょっとこう一言ワンポイントアドバイスなんですけれども、しっかりこのお豆洗ってね、その使っていただいてもいいんですが、炊く前にそのフライパンでちょっと乾いりしてちょっと香ばしくなって、後から混ぜ炊くときにすごくね、やっぱ美味しくなりますから、ちょっとほんの一手間できる方はさらに美味しくなりますから、行ってからお豆使ってくださいね。ですから、綺麗に洗ったお豆をもう普通にこの材料を入れて炊くだけです。もう簡単です。もう入れるだけ、あとはもうスイッチポーンです。もうとにかくね、こういった簡単なレシピで大事なんですね。ぜひ続けていただきたいので、こう日頃からこういった簡単レシピで上手にダイエット向きな食品を取っていただきたいんですね。ここまで大丈夫ですか？黒豆ご飯のレシピと作り方でした。では最後です、3つ目です。こちら北海道産の大正金時豆です。これはよくね、あの煮豆でも見かけるお豆ですよね。もう金時豆美味しいですよね。よくあの和菓子とかの、あの白あんにも使われるお豆さんなんですけれども、こちらもですね、あの美味しい食べ方がありますので、とおすすめしていきますね。で金時豆はあのやっぱりダイエットにおすすめのお豆、一押しなんですけれども、なぜかと言いますと、高タンパクで低脂質なんですよ。低脂肪、高タンパクで低脂肪ですし、また食物繊維も豊富ですから、あなたの腸内環境を整います。でまたリノール酸とかオレイン酸とかね、ダイエットにも本当に必要なあの成分も入ってますから、ぜひこういったものがしっかり入っているこの金時豆をですね、召し上がっていただきたいと思います。でこれもあの普通に炊く方ね、多いと思うんですけれども、おすすめはあのぜひお砂糖を使わないレシピ今からお伝えしますので、ご参考にされてくださいね。では早速レシピに行きましょう。金時の煮豆です。で金時豆1袋ですね、先ほどお見せしたこちら 250g 入っています。でこちらを使います。丸々ですね。でこのお水はこのお豆の3倍の量を使ってください。であとお醤油が小さじ1、蜂蜜はもうお好みで、入れないという方もねいらっしゃいますけれども、ちょっとやっぱり甘みがあると美味しいですよね。少しあのお塩でもいいと思うんですが、私はやっぱり後から蜂蜜入れて甘みを調整して美味しくいただいてます。では作り方いってみましょう。1つ目、この金時豆をきれいに洗ってくださいね。で一晩水につけておきます。たっぷりのお水でつけてください。そしてそのまま1回ですね、鍋に移して沸騰させていただきます。そして沸騰したら、そのね出た煮汁はですね1回変えます。でこの煮汁にもやっぱ栄養がね出てますから、そのまま飲んでいただいてもいいんですけれども、気になる方はあの、飲まなくても OK です。で3つ目、でその新しくまたその水を入れ替えて、弱火でも柔らかくなるまで煮ていただくんですね。でそしてだんだん煮て、もうその煮汁がなくなって、もう煮終わったら、後から最後にお醤油とお好みで蜂蜜を加えていただいて、味見しながら召し上がっていただければ良いと思います。さあいかがだったでしょうか。豆ってすっごくねダイエット向きの食材なんですよ。でなかなかその豆取れないなっていう方は、先ほどお伝えしたみたいに、もうご飯に混ぜて炊いてしまうですとか、おやつとしてその小豆なんかは特にかぼちゃとかさつまいもでもいいですね。この時期美味しいですよ。私さつまいもでも作ることあるんですけれども、そういったおやつ感覚で召し上がっていただくと良いと思います。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようにさまざまな腸活法、健康法、ダイエット法をお伝えしております。そのことであなたが健康的でリバウンドせずにきれいに痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。私とっても励みになっておりますし、本当に嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。